滋賀県甲賀郡の一甲賀郡は滋賀県にあった郡。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。2010年国勢調査に基づく当該区域の面積は5 5 4 7 6トル、人口は147,595人。三鈴鹿山脈南霊より水口丘陵、甲賀丘陵、 そして、県南部、盆地上の高原、信楽高原へと至る地域を呼ぶ。滋賀県南東部一帯を占め、中世には、軍中層として、自治意識が高かった。また人の住まう場所として歴史は古く、遥か縄文時代から人の営みがあったことが2003年12月に、判明した。主要河川として、軍の北を西北西に安川が、南東部を、 群中部で安川に合流する形で蕎麦川が、死柄木の中心部を北西に大戸川が流れる。主要交通機関として、国道1号、国道307号、JR 西日本草津線が通る。古くは、中世の甲賀群中層が有名である。大海12群中、唯一琵琶湖に面していない。 1>, 1、水口村2、石部村3、土山村4、三雲村5、岩根村6、下田村7、友苗、谷村8、柏木村9、大野村10、助山村11、鮎川村12、山内村13、大原村14、油日村15、宮村16、竜地村17、寺小村18、高岡村19、南蕎麦村20、 北蕎馬村21、雲井村22、長野村23、小原村24、浅宮村25、パラオ村。ありがとうございます。